皆さん、こんにちは。人気ユニットモーニング娘。の初期メンバーである飯田香織さん。2004年にモーニング娘。を卒業してからはテレビなどで見かけることも少なくなりました。卒業後には人気ロックバンドセブンハウスの元ボーカル中川健二さんと結婚し、子供にも恵まれた飯田香織さんですが、第一子の長男を生後6ヶ月で亡くしてしまうという悲しい出来事もありました。今回はそんな飯田香織さんの現在の様子と夫の中川健二さんとの不仲説などその真相に迫ります。カオリンやカオタンの愛称でおなじみの元モーニング娘。メンバーの飯田香織さん、デビューのきっかけは1997年にテレビ東京系列で放送されていたバラエティ番組アサヤンへの出演です。ナインティナインのお二人が MC を務める番組で、シャラン Q のつんく♂さんや小室哲哉さんが素人をプロデュースするという内容でした。飯田さんもそのオーディションへ応募。そこでシャラン Q ロックボーカリストオーディションの落選者から選抜されたメンバーに選ばれます。とは言っても、選抜に選ばれたからといってすぐに歌手としてデビューできるわけではなく、一緒に選ばれた中澤裕子さん、阿部夏実さん、石黒彩さん、福田明日香さんの5人で愛の種という曲をたった5日間で5万枚売り上げるのがデビューの条件という、なんとも過酷な内容でした。しかしこの条件を見事に達成、初期モーニング娘。が誕生しました。その後はメンバーもどんどん増えて、モーニング娘。はアイドルグループとしての人気を不動のものとしました。また飯田さんは歌手としてだけではなく、絵文集での挿絵を担当したり、絵画展も開催するなど、多方面で活躍の場を広げていきました。そんな中、2004年に惜しまれながらも、モーニング娘。を卒業。その時には、トレードマークだったロングヘアをバッサリ切って、ショートヘアにしています。強い決意の表れといった感じでしょうか。その後は、主に歌手として活動。そして2007年に、つんく♂さんがプロデュースしたロックバンド、セブンハウスの元ボーカル中川健二さんと結婚します。セブンハウスは1998年に結成され、わずか4年後の2002年に解散。解散後、中川さんは芸能界を引退して、会社員として働いています。二人の出会いは、ある噂話がきっかけでした。まだ中川さんがバンドマンだった頃、飯田さんとの熱愛関係が噂されたことがありました。ただこれは全くのデマだったそう。この騒ぎが原因で、もともと知り合いだった二人の関係はギクシャクしてしまい、近しい間柄でありながらもだんだん疎遠になってしまったようです。そして2005年、芸能界を引退し会社員として働いていた中川さんと飯田さんが偶然にもばったり再会。そこから二人は親しくなり、その後交際に発展。2007年に晴れてゴールインとなりました。偶然の再会から結婚へとつながるなんて、運命を感じずにはいられませんよね。そして同時期に、今となっては伝説となっている出来事が起こっています。それは、飯田さんとファンの皆さんとのバスツアーです。2007年7月7日に予定されていたこのバスツアー。その前日に悲劇が起こりました。なんと、このタイミングで、中川さんとの結婚を発表したのです。ツアーに申し込んでいたファンは当然のことながら落胆。しかし前日ということもあって、キャンセルはせずにほとんどのファンが参加したようです。モーニング娘。の頃から天然キャラだった飯田さんですが、さすがにこの行動は予想できず、ファンは驚愕したでしょうね。また驚くのはこれだけではありません。バスツアーの参加費1万9000円に対して用意された食事は、ソーセージ1本と肉1枚、そしてバナナ半分。金額からかけ離れたこの食事には、もはや笑うしかないでしょう。ただ後になって分かったことですが、これはどうやらガセネタだったようです。実際には飯田さん本人の手書きメニューが用意され、そこまでひどい内容ではなかったとのこと。そしてこのバスツアーの中で、参加したファンへ向けて、前日に発表した結婚報告についてお詫びがあったそうです。本人からの直接のコメントで納得したファンもいたかもしれませんが、
中には泣き出してしまった方もいたんだそう。これらのことから、飯田香織さんのバスツアーは今もなお伝説として語り継がれています。気になる夫婦関係はとても良好とのこと。旦那さんが会社員で奥さんが芸能人となると、生活ペースや考え方などの違いからすれ違いも多くなりそうですが、その辺はうまくやっているようです。ただ結婚当初は喧嘩が絶えなかったそう。特にお子さんが生まれてからは育児方針で意見が合わないことも多く、その度に衝突が増えていったそうです。しかしそんな喧嘩も乗り越えて、最近のインタビューでは、今は私のことを誰よりも理解してくれているし、夫婦としてのキャリアが長くなり、お互いが見えている方向や歩調が合ってきたので、喧嘩をすることはほとんどなくなりました、と語っています。すごくラブラブといった関係ではなく、中川さんとは同志と捉えているんだとか。ベタベタしすぎないその絶妙な距離感が、長く寄り添っていくための秘訣なのかもしれませんね。家庭でも仕事でも笑顔の絶えない飯田さんですが、その素敵な笑顔の裏で悲しい過去を経験しています。中川さんとの結婚を発表した2007年に同時に妊娠中であることも発表した飯田さん、翌年の2008年に長男を出産しています。しかしわずか半年後にお子さんは慢性腎不全によって亡くなりました。待ちに待ったお子さんをたった半年で亡くしてしまうなんて、その悲しみは計り知れません。それでも家族や仲間に支えられたことで、息子のために明るく前向きに生きることをモットーに、飯田さんは悲しみを乗り越えてきました。そして2013年に次男を出産し、2017年には長女を出産しました。お子さんが生まれた後は仕事をセーブし、育児に専念していたようです。一度お子さんを亡くしているからこそ、大切に育てていきたいという思いが強かったのかもしれません。そしてお子さんも順調に成長し、飯田さんも少しずつ仕事に復帰。有吉反省会に出演した際には、ちくわばかりのお弁当で反省していますと、コミカルな一面を見せています。2020年に放送された有吉ゼミでは、超激辛チャレンジグルメに挑戦した飯田さん、芸能界きっての激辛好きタレントたちが挑戦している人気コーナーですが、飯田さんが挑戦しようと思ったきっかけは息子さんからのリクエストだったそう。ママは辛いのが好きだから出てほしい。愛する息子にそうお願いされたら出ないわけにはいきません。飯田さんは意を決し番組に出演。そこで汗もかかずに涼しい顔で激辛料理を食べ続ける姿を披露しました。息子さんにしっかりかっこいいお母さんの姿を見せることができたようです。2023年現在の飯田さんは、回数こそ少ないもののテレビやラジオに出演したり、雑誌にもたびたび登場しています。また自身の SNS やブログで手作りお弁当も公開しています。さらに現役のモーニング娘と共演することも、これからも変わらぬ魅力でたくさんのファンを魅了し続けてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。